ちななさん同棲とかかしてたら結婚いいいう儀式をすする必要ってあんまないじゃないですかやっぱり子供が欲しかったんで。でも若い頃に出会った人だから、<laughs> 付き合う相手としては楽しいけど、結婚して一緒に家庭を作る上では相性がいいのかどうか分からないみたいな、そういう悩みはなかったんですかもうやってみないと分からないので、子供も生まれてみないと分からないじゃないですか。だから、いろんなことが起きても乗り越えられるかどうか。<laughs> そこは二人で話し合っていた感じがしますね。でも、大人の他の人を知らないから、乗り越えられる能力が高いのか低いのか,かも結構わかんなくないですか逆に、若い時の方がスポンジみたいに柔らかいので、 入ってくる相手の考えが<ー>変に経験があったりとかしちゃうと僕は合わなかったのかもしれないなとも思ったりはしてましたねその当時はだからでも世間的にはだいぶ早いからもうちょっと待ってもいいんじゃないみたいな感じにならなかったんですか世間は世間で僕たち僕たちですので世間は関係ないとその当時はそうですよやっぱ21で結婚したのでユーチ c h さんはあんまり束縛しないんですかしないですねでもされたいですえしたら言葉遣い変えろやってペコさんに言われたらどうするんですか無理ですね <laughs> あ<れ> <laughs> そういう気持ちはあってほしいなっていうあただその通りする気はないみたいな <laughs> 場合によってははい